まいったガールが行く突撃うまいったび。それではスタート。皆さんこんにちは、うまいったガールのるとみです。ということで今回はうまいったび特別編でございます。イエーイ、はい、というわけでですね、はい、今回は、はい、釧路に来ております。すごい時間かかりましたね。多かった。だいたいね、まあ、高速と下道を使って、はい、大体5時間ぐらいかけてやってまいりました。はるばる来たんですが、はい、うまい旅特別編、はい、なんか撮影日になると天気が荒れるというね。はい、そうですね、はい、ね、あ、雨ですね、はい、まあちょっとね、もう分かる人は分かると思うんですけど、はい、適当に見えているんですけど、はい、今はね、和商市場というところでオープニングを撮っています、はいはい、そしてね、和商市場ということは、まあ、さっき言った釧路なんですけども、はい、今回は2泊3日の食い倒れ旅、はい、釧路でございます、はい、楽しみですね。釧路はね、はい、美味しいものがたくさんありますんで、はい、まあ、名物といったら今言った和商市場だったり、はい、食べ物だったらね、うん、タレザンギ、はい、タレザンギだったり、まあ、海鮮もそうですよね、はい、海鮮とかいろんなものがありますんで、はい、はい、楽しみですね。はい、ということで早速釧路をいろいろ巡っていきたいと思います。はい、それからレッツ食い倒れ旅。ということで、まずはこちら和商市場さんでございます。はい、こちらはね、はい、なんかね、勝手丼、はい、勝手丼っていうのがね、有名みたいで、はい、自分でね、オリジナルの海鮮丼が作れるみたいで、はい、そしてね、中にはね、海鮮丼以外にも、はい、いろんなね、お店が入ってるみたいなので、はい、ちょっとね、まずは中を覗いていきましょう。はい、あ、なんかいろんなのがあるんだね、うんうん、ちょっと一周回って、そうですね、うん、どこにするか決めましょう、はい、今旬のこのこちらでね、このピンクハムのマスの漬けも入ってます、はいはい、いろんなのにしてもね、すごいネタが綺麗な板です。すごい、お店の名前が佐藤商店ね、ありがとうございます。でね、あのね、ご飯を買うところはね、別にありまして、あ、そうなん、そうなんですよ。なんで、だからまずはご飯、ご飯あっち側にあるみたいなんで、はい、で、両面で大きさを選べる、はい、200円のやつ1つお願いします。普通のご飯でいいですか？プラス50円で酢飯もありますけど、酢飯でお願いします。はい、250円です。はい、ということで、今回はね、200円の200円で 160g ですね、はい、はい、これからね、いっぱい食べるんで、はい、とりあえず中ぐらいのサイズでいきましょう。はい、はい、では早速いきますか。はい、まずホタテと油カレー、はい、油カレーとあれね、あとタラもお願いします。ズワイガニ、はい、一番の下を置いてる中トロ、うん、中トロだね、中トロですね、はい、あと炙りサーモン、はい、ウニだけで、はい、ボタンエビと、ボタンエビですね、イクラ、はい、イクラ2種類ありまして、こちらが通常のお醤油で、こちら白醤油の甘めとなってます。味濃いのが好きならこちらおすすめですね。はい、どうぞ。どうぞ。どうぞ。こんな感じでいいですか、はい、はい、ありがとうございます。じゃ真ん中にイクラ乗せて、はい、いいですか、はい、はい、はい、めちゃくちゃね、有名な方たちがいますね、すごい、いろんな人が。値段はいくらですか？2090円です。安い、安いですね。あの、サービスで卵食べれますか？はい、お付けしますので、ありがとうございます。はい、大変お待たせいたしました、はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございますこんな感じでね、席が、ね、はい、いっぱいあって、ありますね、自由に座っていいかな、ね、はい、後でね、ちょっとね、一周回りますから、また食べましょうか、はい、はい、はい、ということで、私、うまいったガールの勝手丼が完成いたしました。最高ですね。やばいですね、これね、2090円、安すぎでしょ。安いですね、海鮮丼だって、すんげーちっちゃいのかな、うん、市場だと、だいたい札幌は3000円、4000円するね、はい、
じゃあなんか写真のイメージでさ、こんな大きいの来ると思ったらなんか一回りちっちゃい丼とかあるあるですけどね。ね、あるあるだからね。はい、さすがですね。さすがです。はい、じゃあ早速いただきたいと思います。はい。でね、サービスでね、卵もつけていただきました。ありがてえ。ありがたいですね。あーもう最高でない。最高ですね。お腹すきすぎて口が回ってない。最高ですね。最高ですね。はい。ではまずどうしようかな。海鮮といえば私ホタテからスタートするんで、はい、見えたのでホタテいっちゃいます。分厚、すごっ。やばすぎ。はい。一玉。あんたも一玉。いや一玉ですよ。うわ、すごっ。うん。やばいね。ではいただきます。はい。いやこれ一口でいくのはもったいないですね。いいですよ。いいですか。ではいただきます。やば、最高。うん、もうね食感がやばい。やばい。うん、うん、うん、やばすぎる。新鮮だからシャキシャキ言ってるし、やっぱりさ甘いよ。甘い。ホタテがめっちゃうまい。いや一個じゃ足りないかも。では油がれ。はい、あのね、結構ね、一個一個がね、本当にね、大きくて、厚みもしっかりあります ね、 すごいね。なんかペラペラとかではないですね。うん、うん、では、いただきます。うわ、このねっとり感、最高ですね。ねっとり。うわ、うん、いや、これね、あっという間に食べ終わっちゃうわ。食べ終わっちゃう。うん、発生なかったら、本当5分で食べ終わるね。じゃあ私が大好きズワイガニでございます。日本で700円。これはね、結構割高です。半分、ほぼ半分はないけど、うん、これでね、ほぼほぼ料金がいってる気がしますけど。はい、うわ、もうね、すごい。うわ、絶好調さん以来のこのカニの旨味、最高すぎる。やばい、うまっ。なんかベニズワイがいっぱい置いてあったね。うん、うま、ん、しい。で、多分なんですけど、うん、そのね、海鮮たちの鮮度を保つためなのかな、うん、あのね、ご飯はね、あったかくはないんですけど、あのね、なんかね、酢飯は冷たくて、うん、あ、そうなんですね。そう、普通のご飯はね、あったかいんです。あったかいとね、どうしてもね、ちょっと生ぬるい感じ。じゃあちょっとこれいっちゃいますよ。いっちゃってください。じゃーん、やばすぎる。やばいね、めちゃくちゃ太い。うわ、やば。もう持つのが大変。おう、ではいただきます。うわ、やばい、プリ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 。うん、甘っ。うわ、もう最高。あー、すごい。ちょっとね、甘さの余韻がやばいね。やばい、めっちゃ甘いよ。ちょっとカメラマンもかわいそうなのでちょっとずつ撮っときます。いいですよ、食べたいだけ食べてください。じゃあちょっと箸休めに卵もいきます。はい。うん、うまい。うん、ちょっと甘めの卵。うん、あ、いいですね。お寿司屋さんで出てくるような、うん、そうそうそう、はいはい、卵で口をすっきりさせる感じですよ。中トロ、ね、中トロですね。はい、やばもうテッカテカ。うーん、わ、やばい、ほんとね、うん、口の体温、熱で溶けてくわ。トロットロ、すごっ。いや、ほんとね、どれも新鮮で、なんか生魚とか一切ない。うん、うん、うまいね。いくらもありましたね。そうですね、いくらいっちゃいますか。うん、最高だ。うん、うわ、もう味付け最高。ちょっとうますぎるわ。うまいしか出てこない。はい、ということで、あっという間に最後の一口となりました。はい。ということで、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。
はい、じゃあ次に行きますか。はい、では次のお店、レッツゴー。はい、ということでですね、続いてはですね、あの釧路のね、地元の方からとても人気なスイーツ屋さんに来ました。はいはいはい、はい、ということでこちらのお店でございます。プチドールさんですね、はい、で今回は宮本本店さんにお邪魔したいと思います。はい、それでは早速中に入っていきたいと思います。はい、はい、ということで撮影許可もねいただけたということで、はい、中に入ってみたいと思います。はい、ちょっとね、私気になってるのがこれ、はい、あの会社 の働いてる職場の人に買っていこうと思ってます。あ、なるほどね。はい、シャケパイ釧路となってるので、これは私確定で買いたいんですけど、はい、こちらのお店で有名な食べ物が、はい、キャベツ畑というね、スイーツ、そうなんですよ、がありまして、スイーツ店にキャベツ、そうなんですなんでそれは確定で買いたいと思いますが、はい、ちょっと見てみますか。はい、ケーキなんかもね、あるんだね。すごいね。で、これがキャベツ畑ですね。あ、これは限定ですか。限定です。なくなったら、もうそれで時期は終了らしい。残りの1個です。はい、じゃあ買います。はい、はい、どうぞ。キャベツ畑をお願いします。はい、ありがとうございます。あと、すいません、プチプチ卵の北海道ミルクももらっていいですか。はい、はい、はい、ということで、こんな感じでたくさん買いました。たくさん買ったね。はい、これはね、多分ね、ホテルで食べることになると思うんですが、はい、はい、後で食べたいと思います。はい、では、次のお店、レッツゴー。はい、ということで、なんだかんだいろんなところを散策しまして、はい、やっと夕食の時間となりました。はい、ということで、釧路に来て、まず1軒目の夕食ですね。はい、ということで、まい、ということで、まず第1軒目はこちらのお店、ロバタレンガさんです。はい、やっぱりね、釧路といえば、はい、ロバタ焼きですよ。はい、ロバタ焼きがね、楽しめるお店はないかと探したところ、はい、こちらのお店が美味しいと、うん、評判のお店なので、はい、やってまいりました。はい、目の前で焼けるんですよね。そうだと思います。はい、入ってみないと分かんないです。はい、ちょっと入ってみないと分かんないです。はい、多分焼けると思います。多分、はい、はい、では早速中に入っていろいろ食べていきたいと思います。はい、それではレッツゴー。はい、ということで店内に入ってきましたが、店内結構広いですね。広いね。うん、そしてね、あの入ってくる途中の方は個室になっていて、うん、奥がね、テーブル席となってましたね。はい、はい、でね、木を基調とした店内で、ちょっとなんかレトロ感もありつつ、すごい落ち着いた雰囲気ですね。そうだね、すごいなんか、ほんとおしゃれ、おしゃれだね。はい、うん、そしてね、もう、はい、ここで炭火があるということは、はい、焼いて食べれますね。はい、焼きました。はい、良いそしてですね、注文方法なんですが、はい、もうね、最初からね、こちらのタブレットで注文するという形となってるみたいですね。はい、じゃあちょっといろいろ見てみて、決まったらまたね、回してみたいと思います。はい、はい、ということで、まず今回はですね、飲み放題で注文しまして、もう、ね、はい、ビールは届いてるんですが、なんと私たち今回泊まったホテルでですね、うん、なんか提携を組んでるのかわかんないんですけど、なんかその宿泊者限定のクーポンがありまして、はいはい、こちらの飲み放題用クーポンを使って今回は飲み放題を利用させていただいております。はい、ではちょっとまず早速いただきますか。はい、はい、ましょう。では釧路に乾杯。うん、最高。やばい、めちゃくちゃうまい。いいですね。さ、うん、目の前にさ、このさ、炭とさ、このあったかいぬくもりがさ、バーベキュー感をさ、ちょっと出すようなね。その網とさ、鉄板と両方あるっていうのがまたいいよね。いや、いいですね。で、はい、炭の香りがまた最高ですね。最高だね。でね、メニューなんですけど、結構ね、うん、メニューがめちゃくちゃ豊富ですね。ね、ちょっと一回頼んでから何を頼んだか、ね、しましょう。はい、はい、はい、というわけで、はい、今回注文した商品まずいきますね。はい、まずこちらの海鮮ロバタ焼きセット、はい、そしてイカのネギ塩焼きホイル焼き、はい、そしてこういう風にね、焼肉もできるんですよ。はい、で、今回はこちら味噌ホルモン焼き、はい、そしてこんな感じでね、海鮮丼もしっかりありますね。めちゃくちゃ種類が豊富ね。
ね、何でもあるよ。うん、刺身もありますね。めちゃくちゃ美味しそう。こちらですね、イワシ餃子、はい、はい、そしてこちらホタテはできるだけ網の真ん中でいただき、自作としてきましたら繰り返していただき、はい、完全に白くなりましたらお食べいただけます。はい、はいはい、では続きですね、はい、そしてこちらじゃがいもバター、はい、そんな感じですね、とりあえずなんですけども、あのさっき、はい、これもあったかいんだねって言ったじゃないですか、見てください。ああここはあのテーブルとなっております。なるほどね、はいこれは後で、うん、そうですね、ここに乗っけて焼いてください、うん、ということで、はい、はい、ではいろいろ焼いていきますか。はい、ということでホタテが焼けました。はい、うわー、美味しそう。さっきもいい感じです。はい、はい、じゃあホタテ担当お願いします。はい、あ、すいません、勝手に、すいません、箸取ってました、私のじゃなかった、はい、うわー、最高、ね、最高なやつ、めっちゃでかいよ、すごいね、めっちゃうまそう。うん、ではいいですか、どうぞ。いただきます。あ、めっちゃいい香りする。うん、うまうまい。もうさ、肉厚加減やばくない？すごいね。うん、やばい、ホタテの旨味がめちゃくちゃ濃厚甘すぎる。あんまひっくり返しますよ。はい、どうぞ。わー、いいね、絶妙だね。この辺もひっくり返しますね。はい、結構さ、一個一個のさ、うわー、やばすぎる。はい、うわ、あ、そう、最高すぎる。最高だね。やばいですね。閉店にして食べ進めましょう。はい、はい、はい、結構ね、うん、あれですね、火がしっかりしてるので、うん、あっという間に焼き終わりますね。焼きです、いっちゃいたいと思います。めちゃくちゃでかい、欲しい香りだ。うわ、やばすぎ、やばい、これ超美味しそう。めっちゃでかいですね。すげーでかい、じゃあいただきます。うわ、刺してください。めっちゃうまいよ。やばい、うん、いや、ダメですけど、ダメ、これはうまい。臭み全くなし、さすがです。うん、新鮮なだけありますよ。初めてですね、イワシ餃子。イワシ餃子ね言えてないです。言えてない、まだ酔っ払っていません見て、結構サイズもしっかりありますね。うん、うまそう。美味しそう。じゃあ生姜醤油でいただきます。はい、うん、うわ、うまっ、うまい。あ、ペカンとね、うん、海鮮っぽい香りがありますね。あ、ほんと、うん、だし、お肉じゃないから、うん、重くないね。あとはさっぱり系の餃子。あ、これも新しいけど、美味しい。もう、生かしていただいてもいいですか。どうぞどうぞいただきます。うん、美味しい。しっかりイワシですね。あ、ほんとね、あの、うん、お肉より全然さっぱりしてて、うん、うー、最高。これはもういいぞ。やばいっしょ、もうこれももういいかな、うん、はい、最高です。最高です。いや、これ日本酒だね。日本酒いっちゃってください。私、もう2杯目日本酒いっちゃいますね。はい、うわ、これ油がやばいね。マジでうまそう。ね、うわ、最高。こんなのやばいよ。ではいただきます。はい、うわ、うわ、うん、もうね、うん、うわ、ふわふわ、うまっ、ふわ、うん、だし、こう噛んだらさ、うん、この油、はい、ジューシー、ジュワジュワって、めっちゃ旨味が溢れる。うまっ。続いて、サンマいっちゃいますね。まちゃん、こういう風にびっくりなんだよね。すごいですよね、うん、
わあ、いい香り。ああもうね、うまくないわけがないんだけど、マジでうまい。マジでうまい。マジでうまい。ああもう最高。ホルモンがいい感じですよこれ。はい、めっちゃグツグツいってます。はい、熱々ですね。こういうさ、海鮮もいっぱいだけどさ、うん、お肉も楽しめるのもいいですよね。そうだね。普通に、ね、焼肉もできるんで。うん、うわ、うまっ。うまい。うん、いや、なんかね、味噌の香りめちゃくちゃ濃いですね。あ、ほんと、うん、ね、多分ニンニクが効いてて、うんうん、パンチがあるホルモンですね。これね、つまみに最高だよ。最高のやつ。最高のやつ。味噌なんですけど、はい、甘い味付けになってて、はいはい、あのね、あのお酒をそそる味付けとなっておりますね。なるほどね。うますぎる。これはじゃがいもですか。はい、じゃがいもいきます。じゃ、じゃがいもいただきます。はい、うわ、甘っ。インカのメカメ。え、わかんないけどめっちゃ甘い。インカのメカメ。うん、でやっぱさ、バターがいいね。でね、もともとね、湯がいてあるんですよ。でも、うん、バターを溶かすぐらいの感じで温めるっていう感じなんですけど、はいはい、でこのさ、甘さとさ、このバターの香りの相性抜群。うわ、うまっ。ということで、2杯目は私、日本酒の冬つかさ、冬つかさ、福つかさ、福つかさですね。はい、の霊酒を頼みました。はい、福つかさはね、釧路、うん、の酒だけだっていう感じね。そうですね。あ、甘口ですね。甘口なんだ。うん、あ、うまいね。いや、これね、日本酒とこれね、お魚最高ですよ。やばいね。やばいわ。はい、では私がお待ちかねのエビちゃんがいい感じに焼けました。じっくり育てましたね。はい、はい、もうそれ尻尾までいけちゃうんじゃないですか。いけそうですね、はい、塩かけます。はい、これあれですね、本当は焼く前に塩振った方が良かったかもしれない。まあまあまあいいや。ではいただきます。はい、ちょうど電話してる。あ、うまっ。うーん、あのね、もうね、焼いても身がプリプリで、エビのいい香りが一気に口の中にいっぱい広がる。うまっ。うまい、うん、結構じっくり焼いたからね、うん、もう燻製的なものになってる。ああ、最高だね。これは日本酒ですよ。あら、だいぶ酔っ払ってきましたね。ちょっと日本酒行ったら一気に来ちゃいましたね。はい、ということで、続いてイカのネギ塩焼きがね、多分いい感じなのでオープンしたいと思います。ネギ塩焼き。はい、では行きますよ。はい、うわ、うまいやつや。ちょっと待って、めちゃくちゃ美味しそう。めっちゃ最高なんですけど。なんですけど、ギャルなんですけど。最高なんですけど、マジで酒止まんないやつ、ね、やばいやつだ ね。ちょっとね、私ね、3杯目はさ、うん、緑茶杯頼んだんですけど、うん、これあったら、これ飲め終わったらまた日本酒ですね。あー、もうやばいですね。完全に出来上がる。いや、本当はね、ちょっとね、食べ歩き、いろんなとこ食べ歩きしようと思って、行けるかどうかは分かんないですけど、行けたらもう一軒ぐらい行きたいね。そうですね。せっかくさ、こう今来る間にさ、いろんな店見てきたんだけど、うん、はい、楽しそうなお店がたくさんあったんで、そこにちょっとフラッと寄って、ちょっと撮影許可降りるかどうか分かんないんですけど、撮影許可が降りたら撮影したいなと思います。ということで、最後のドリンクのオーダー、こちら熱燗でございます。最高ですね。最高だね。はい、そしてお待ちかねのこちら、まあ、これね、熱燗が届くのをね、待っていたんですよ。ではいただきます。はい、あー、もう最高ですね。最高ですよ。うん、
やばい、このまま寝ちゃいそう。マジでやばい。はい、ということで最後はこちらコーヒーゼリーパフェだったっけ。まあそんな感じだね。はい、こちらあのね、ちょっとさ、目の前もあったかいし、あったかいアスカンも飲んで、ちょっとね、あの体がポカポカしてるので冷たいものが食べたいということで、はい、ソフトクリームの入ったコーヒーゼリーパフェを頼んでみました。最高じゃないですか。最高でございます。ではいただきます。うん、うまっ。なんかね、うん、甘いんだけど後味さっぱりしてて。あ、そうなんだ。うん、本当に。しかもコーヒーだからさ、うん、あのなんていうの、ほろ苦さもあって締めにめちゃくちゃいいですね。めっちゃお菓子刺さってる。お菓子めっちゃある。うん、嬉しいね。うん、うん、うまっ。わーお、贅沢ですね。最高かよ。はい、ということでいろいろ食べまして、締めのねパフェも頼みまして、はい、最後の一口となりました。はい、ではいただきたいと思います。はい、あー最高。ということでごちそうさまです。めちゃくちゃ美味しかったですね。はい、ということで北海道の最高の海の幸を堪能いたしました。はい、やばかったですね。うまかったね。はい、もうだいぶね酔っ払ってはいるんですが、帰り道でちょっといい感じのお店があったらね、そちらに寄りながらホテルに帰っていきたいなと思います。はい、炉端焼きってさ、うん、あの札幌で結構ね、はい、あの食べるんですけど、うん、炉端焼きの発祥って釧路なんですよ。はい、釧路には、ね、炉端焼きのお店はたくさんあるんですけども、はい、この炉端焼きは安くて、うん、美味しくて、はい、そして飲み放題もついてる、うん、はい、最高のお店でした。はい、はい、ということで駐車場もね、うん、しっかりありますので、はい、皆さんぜひね釧路に来た際は足を、ね、運んでいただきたいなと思います。はい、さあそれではこの後はホテルで寝ていて次の朝のシーンになっているのか、はい、それとも次飲みのシーンになっているのかお楽しみに、はい、ということで、はい、では次のシーンへどうぞ。はい、はい、ということですね、はるばる歩いてきまして、はい、なんとか歩いて酔いが回ってもう帰りましょうということはなく、はい、次のお店に到着いたしました。はい、撮影許可もいただけましたので、はい、なんていうところですか。釧路食堂さんですね。釧路食堂さんです、はい、ちょっとね雨が降ってるので、うん、オープニングは食べなかったんですけど、うん、はい、もう中に入ってきたんですけど、中はね、ほんとね、おしゃれな感じで。でね、あのね、カウンター席もあって、私たちはテーブル席、はい、そしてなんとね、入ってすぐ左手に階段が見えたんで、はい、階段が見えたんで、多分ね、2階もありますね。結構でかいとこですね。めちゃくちゃ大きいです。はい、ドリンク来ますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれですね、嬉しいです ね、 ね、ドリンクを運んでいただくときに今日も一日お疲れ様ですという素敵な言葉が、はい、はい、今日も一日お疲れ様です。うまい、最高でございます。カメラマンはビールで、私はカルピスハイを注文いたしました。はい、そしてね、あの飲み放題を頼むときに、はい、頼まないとダメなのメニューで、はい、それをいろいろ頼んだんですけど、はい、なんと、アワビの煮付け、はいはい、これなんですか。生コス、はいはい、これはあなたが頼んです。明太子のなんか明太子ですね、はい、で、冷ややっこ、はい、最高ですね。はい、最高のものができました。はい、そしてですね、注文方法なんですけど、こちらのね、テーブルの方に QR コードありまして、はい、こちらから注文するという形となっております。はい、じゃあね、ちょっとね、第3次会か4次会か分かんないですけど、分かんないですね。楽しみましょうということで、はい、行きます。はい、私は生コスです。私は、じゃあ冷ややっこいただきます。うま
うわ、うまっ。さっぱりだけど、結構上にね、かつお節がさっぱり乗ってて、はい、このさ、和風の香りがめちゃくちゃいいね。だしが出てる。うまい、最高。じゃあちょっと私、明太子のね、ちょっとね、はい、ピリ辛のやつ頼んだんで、はい、これもいただきたいと思いますよ、はい、こんなさ、明太子1本ってなかなか贅沢ですね。あー、痛風にまた一歩近づきますね。うまっ。うわー、これ日本酒だ。あー、最高。ちょっとこのピリ辛の感じがいいアクセントですね。うまい、うまい。ではこちら、カニ玉焼きでございます。やばくない？やばすぎる。カニの量めちゃくちゃ乗ってるけど、めっちゃすごいですね。ね、すごいね。あー、カニの香りがやばい。カニの香りがしますか？します。しますね。しっかりします。はい、じゃあちょっとカニをふんだんに乗っけていただきたいと思います。醤油かけないんですか？いいんです、このままね。いや、あー、卵うまそうなんだけど。はい、うわ、うまっ。卵の風味、はいはい、すごいね。すごいんだ。うん、優しい出汁の香りと卵の風味がめちゃくちゃすごくて、もうね、その後に、うん、カニの旨味がしっかりと伝わってきますね。あのね、これ今カメラ構えてるけど、うん、出汁の香りがね、すごく伝わってる。すごいですよね。出汁が効いたね、卵だね。うま、食べる前からちょっと分かっちゃう。なんか本当に卵の香りと出汁がすごい。すごいね。うん、うん、出汁の香りがしっかりするんで、正直醤油はいらない。醤油いらない、ね、いらない、ね、私全然醤油いらない、うん、香りで僕も分かります。うん、マジで美味しいですね。美味しいで、ね、卵はね、ほんとプルプルね。うん、私なんかさ、観光客の方はもちろんなんですけど、うん、お店の雰囲気的に、うん、あ、地元の方で通ってる人もいるんだろうなっていう、この雰囲気。そうだね、常連さんがね、うん、結構いるのかなって思いますね、はい、それもまたいいですね。いいね。うん、あ、ちょっとね、あのね、うん、もうね、動画では使えないようなお話もたくさんしまして、はい、とにかく、あのね、お店の料理はめちゃくちゃうまい。美味しかったね。美味しかった。美味しかったがゆえに、お酒も進むし、お話も進むしっていう感じだったんですけど、はい、あのね、ラストオーダーも終わりまして、はい、こちら、最後の一口となりました。言っていいですか？はい。まず、初日です。初日。初日。長いよ。長いよ。長い。今回は長いよ。はい。はい。ということで、初日の最後の一口いただきたいと思います。はい。うん、うまっ。うん。うわ。ということで、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。いやー、回しましたか？はい、回しましたよ。いやー、もう最高ですね。最高ですよ。はい、そしてなんとこちらバナナをね、最後、はい、お渡ししてるということで、はい、なんか心に占める言葉がありますね。はい、今を大切に、そして笑顔を絶やさずにということで、はい、いやー、ちょっとね、明日、明後日の、まあ、午前中からお昼くらいですかね、はい、もっとね、北海道の魅力をお伝えして、でね、美味しいお店をね、お伝えできたらなと思います。はい、ではね、今日は結構だいぶ飲みましたので、はい、今日はね、帰りますか。帰りたいと思います。はい、はい、では今日も一日うまっということで、皆さんお疲れ様です。では、お疲れ様です。はい、また明日。いっせーので、うまっ。はい、ということでホテルに帰ってきまして、今日行きました、はい、プチドールさんのキャベツ畑と、はい、あとはね、プチプチ卵を食べていきたいと思います。はい、こちらですね。はい、意外とね、
サイズ大きい。めちゃくちゃでかいね。そう、イメージ的に私これぐらいのサイズなのかなと思ったんですけど、うん、普通になんかケーキみたいな感じでワンホール分ありますね。そう、はい、うん、じゃあ早速あの、ね、100均でダークとオークを買ってきたので、はいはい、じゃあ半分にまず、こんな感じ。なんかパイ生地とクリームがね、層になってますね。そうだね、この中に。うん、めちゃくちゃクリーム入ってる。はい、うん、じゃあちょっといただきたいと思います。はい、あ、うまっ。うまい、うん、パイ生地の食感と、うん、クリームがね、うん、濃厚なんだけど、あれですね、なんか甘すぎないのがいいですね。うん、うん、うまっ。これお土産とかに持ってったらすごい喜ばれるやつですよ。おいしい。最高。うまい。うん、じゃあちょっと続いてこちらいきますか。はい、かわいいプチプチ卵。はい、うん、これ味ね何種類かあったんですけど、今回は北海道ミルクにしてみました。はい、ちゃんとここに釧路って書いてますね。見えました。こんな感じでございます。美味しそう。スフレみたいな。うん、じゃあちょっといただきますよ。はい、今回は北海道ミルクですね。あ、もう生地がね、めっちゃふわふわです。ではいただきます。はい、うまっ。うまい。生地がマジでふわふわで、この上の生地ね、なんかシフォンケーキみたいな感じで、はいはい、甘めの生地になってて、北海道ミルクなんだけど、こっちのね、ミルクのクリームも本当にくどくないですね。だからこの甘めの生地とクリームがね、はい、いい感じに中和されてて美味しい。同じクリームではない。うん、じゃない。うん、うまっ。なんか多分生クリーム的な感じかな。うん、だから甘さ控えめ。はい、でも生地が甘いから、うん、甘めのスイーツですけど、美味しい。うん、うん、うまい。夏凍らせサラダは絶対うまい。あ、最高ですね。うん、うん、最高です。はい、じゃあぜひね、うん、プチドールさん、はい、プチドールさん、うん、皆さん、はい、シドニーって際はお土産買うのにも適してますんで、はい、シドってね、名前がね、入ってますので、はい、帰りに帰りに帰りたい方は、はい、行ってみてください。はい、ということで次のお店ということで2日目の朝になりました。おはようございます。おはようございます。もうね、朝から空腹で目が覚めたぐらいなんですけども、昨日あんなに食べたのに、はい、食べた、めちゃくちゃ食べた日ほど次の日めっちゃお腹空いてるっていう感じなんですけど、まあ確かに、はい、もうね、多分昨日はあの記憶をたどるとなかなかお酒の量を飲みまして、うん、後半ね、ちょっとね、ちゃんとした動画を撮れているのか不安なんですが、はい、はい、2日目の釧路も楽しんでいきたいと思います。はい、ということで2日目1店舗目のお店はこちらでございます。泉屋さんです。はい、泉屋さんはね、はい、めちゃくちゃ有名店ですから、ね、はい、なんといってもスパカツですね、うん、はい、スパカツが美味しいと有名なお店となっております。はい、では早速中に入って食べていきたいと思います。はい、それではレッツコイダル旅。はい、ということで店内に入ってきましたが、雰囲気がもう最高ですね。最高だね、老舗の洋食屋さんみたいな感じですね。はい、はい、そしてですね、うん、入って、左側にショーケースみたいなのがあって、うん、あれサンプル、なんて言うんでしたっけ、うん、食品サンプルですね、はい、がガーってあって、で2階に登って2階がレストランで、3階は宴会場みたいになってるみたいですね。そうですね、うん、ということで今回はですね、こちら名物ですよ、はい、はい、スパカツ、こちら泉屋さん発祥ですからね、スパカツ。そうですね、はい、はい、そしてこうもう一個はこちら特製デミオムライスですね。はい、こちらを注文したいと思います。はい、メニューちょっと、そうですね、見てみますか。あのね、メニューね、めちゃくちゃ種類がありますよ、ね、すごい量がありますね。はい、スパカツから麺類、はい、スパゲッティ系ですね、はい、そして、まあ、カツを使ったメニューとか、うん、あとはお肉系もね、ありますね、はい、そしてステーキと、
すごいね、ステーキ、うん、で、魚料理もあったりしますね。はいはいはい。で、オムライス系ですね。はいはい。そして、おつまみ系とかデザート、飲み物もあります。あ、普通にね、うん、飲めるんですね。あるんですね。ありますね、うん、はい、こんな感じですね。はい、はい、結構あれですね、ちっちゃい子も楽しめそうなメニューもたくさんあるのでね、ほんとね、家族連れの方も来やすいですし、やっぱね、地元の方も結構来る感じなんですね。そうだね、うん、結構ね、うん、なんと年配の方が、うん、若い方も、はい、めちゃくちゃいろんな層の人がね、はい、来てますね。回転してすぐですけど、もう入ってます、ね、はい、はい、そしてですね、駐車場なんですけど、あのね、隣接はしてなくて、近くにね、パーキングがあるので、そちらに停めていただくという形となっております。はい、はい、では、注文したもの、注文した商品を待っていきたいと思います。はい、はい、ということで、まずこちら、特製デミオムライスが到着いたしました。めちゃくちゃうまそうだね。やばいね、やばい、この卵の半熟加減伝わってるかな、ね、やばいですね。またお待ちします。はい、すみません。お熱くなってます、はい。おいしそう。こちらが名物スパカツでございます。うまい、すごいボリュームだね、うん、結構カツもデカめですね。ね、めちゃくちゃデカい。いや、やばいですね。では早速、はい、食べていきたいと思います。はい、はい、ではまず早速こちら特製デミオムライスの方からいただきたいと思います。いや、これやばいね。やばい。美味しそう。やばすぎる。やばそうだね。では、いただきます。はい、うわ、うまっ。うまい。もうね、このトロトロの卵がまず最高で、はい、ほんのりバターの香り、うん、で、このデミソースなんだけど、はいはい、濃厚なんだけど、うん、後味さっぱり系でちょっと酸味があるんだよね、うん、めちゃくちゃうまい。このね、ケチャップライス、うん、これもね、なんていうの、あ、ケチャップライスが酸味あるのかもしれないね、うん、もうね、なんか濃すぎない、なんかね、はい、全部のこのね、食材がね、もう絶妙なバランス、めちゃくちゃうまいよ、これ。うん、これはやばすぎる。最高です。最高すぎる。マジでうまい。では続いてこちら、名物のスパカツでございます。ボリュームがすごい。やばい、うまそう、うん、やばいですね。はい、じゃあちょっと早速いただきますよ。はい、まず上に乗ってるカツからいただきたいと思います。はい、もうこのソースがすごいね。うん、うまっ。もうね、うん、カツのお肉がめっちゃ柔らかい。柔らかいな。うん、なんかデミソースなのかな。うん、ミートソースか。あ、ミートソースか、うん、やっぱね、さっきのね、あのオムライスもそうなんですけど、うん、味がさ、濃すぎない、このちょうどいい感じが最高。うん、もう熱々ですね。あ、このね、ちょっと酸味のあるこの香りがね、また最高です。あ、うわ、うん、いやいや、ひき肉もね、結構入ってるんですよ。うんうん、いや、このソースがマジでめちゃくちゃうまい。ね、うん。では、なんとありがたいことに、今ね、お高いですよね。そうですね。粉チーズが、あの、テーブルに置いてありまして、かけますよ。あー、もうかかっちゃった。おー。結構ね、もりもり入ってますね。あー、いいですね。見た目が全然変わりますね。ね。わかる？このお肉の柔らかさ。ね。すごいでしょ。うん、で、なんかね、カツ、スパカツ、揚げてるはずなんだけど、なんかね、油っぽさが全くない、うん、重くないんだよね。うん、うーん、うまっ。
あ、チーズかけたらめちゃくちゃいい味変ですね。うまっ。はい、では閉店にして食べ進めたいと思います。はい、オムライスうまそう。やばいですよ。やばい、やばいですね、うん、卵がふわふわ、うん、ソースがね、うん、すごい野菜の旨味を感じる。あー、なるほどね、うん、いや、このスパカタの方ね、本当にひき肉がね、たっぷり入ってて、お肉の旨味もしっかり感じるし、うん、あのね、ソースがね、甘いっていうよりかはちょっとね、なんていうんだろう、酸味がある系のソースになってますね、はい、それがね、またね、すっきりしててね、すごい食べやすいです。うん、マジでうまい、ね、もうね、止まらないですね。うますぎる。いや、なんかこの久しぶりに食べました、このケチャップ。あー、なるほどね、ケチャップライスっていうんですか、うん、美味しいね、なんかちょっと懐かしさを覚えますね、やっぱり。うまい。衣がさ、うん、薄めだから、うん、そう、重くないんですよね、うん、まだまだ食べていくんで、うん、本当はね、いろんなメニュー頼みたいとこですけど、今回はこの2つ。そうですね、はい、はい、食べ進めていきましょう。はい、はい、ということで、あっという間に最後の一口になりました。もうこれしかないです。楽しい時間はあっという間ということです。本当ですね、はい、では最後の一口いただきます、はい、うん、うん、うまっ、うん、あ、ということでごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということでめちゃくちゃ美味しかったですね。ボリュームもしっかりだけど、うん、このさ、ソースとかがさ、あの、なんていうの、うん、しつこくない濃厚さ。そうだね、なんでもうペロッといけちゃいましたね。 なんか本当に、ね、昔の洋食屋さんっていう感じなんですけど、うん、はい、やっぱね、味はね、うん、めちゃくちゃこう、なんて言えばいいんだろうね、なんか本格的というか、そうそうそう、奥が深いですよね、うんうん、なんかいろんなさ、野菜とかお肉の旨味をすごい感じられるようなね、うんうん、そうだね、はい、ソースとなっていました。はい、はい、ということで、まず朝の下ごしらえが終わったので、はい、この後はね、まあ、腹ごしらえでした、はい、まずは一日の朝の腹ごしらえが終わりましたので、では次の釧路の、次の場所へ行きたいと思います、はい、それでは次のシーンへどうぞ。はい、ということで、イズビアさんでスパカツを食べてきたということで、はい、デザートでですね、ソフトクリームを食べてきました。はい、スイーツですね、次は。はい、そうです、はい、スイーツでございます、はい、ということで、ソフトクリームのお店はこちらでございます。 G7×アッカンベイさんですね。はい、はい、こちらのお店はですね、本店がね、ちょっとね、離れたところにあるんですけど、あの、イズミヤさんから、本当、徒歩で来れるぐらいね、すごい近いですね。そうだね、めちゃくちゃ近いですね、はいはい、なので皆さんね、あの、泉屋さんでデザートを食べ忘れたという方は、こちらでソフトクリームを食べてみてほしいなと思います。はい、はい、では早速頼みたいと思います。ダブルでコーンがココアワッフルコーンで、アッカンベイソフトと厳選いちごでお願いします。はい、ということで、できました、はい、できました、できました、はい、自分で作ったかのように。で、ね、あのね、向かいにね、なんかね、ちょっとお散歩できそうなところがありまして、うん、はい、そちらの方で歩きながら食べたいと思います。あ、寒い、寒いね、寒いですね、うん、ちょっとまだ今時期は寒いかもですけど、はい、じゃあまずはアッカンベイソフトですね。うまそうだね、うん、ではいただきます。はい、うん、濃厚、濃厚、うん、あ、すごいね、うまうま、うまい、すごい濃厚でミルク感あるんだけど、うん、あのね、甘い感じじゃなくて結構さっぱり系の、うん、うん、めちゃくちゃ食べやすい、これうま、うん、寒いけどうまいね、寒いけどうまい、おお、ね、ハトベック、景色がね、めちゃくちゃいいね、わ、うん、かるかな、
川なのかな海なのかちょっと分かんないですけど、海の香りもしますよね、若干潮の香りが、ね、船が止まってたりね、うん、めちゃくちゃいいロケーションですね。これこう、はい、夜だったら多分街灯が光って、うん、あの橋あそこあるじゃないですか、はいはいはい、風が綺麗って言われて、ああなるほどね、めちゃくちゃ夜は夜でいいと思います ね、 ね、いいかもしれないね、うん、鳩がめちゃいいじゃあ源泉流行、はい、ちょっとねシャーベットっぽくなってますね、ジェラートみたいな感じかな、なるほどね、うん、あ、うまうまい、あうまいね、こっちもね、すっきり系だ、すっきり系、うん、ちょっと甘めのソフトにすっきり系のこのいちご、うん、あのいちごの香りがめちゃくちゃすごい、うん、おいしい、うん、うまい、でさ、ね、ボンが寄ってきてますでさ、うん、多分ね、カメラでは拾えてるかわかんないけど、うん、カモメのね、鳴き声とかもね聞こえてきていいですね、そうだね、うん、天気良ければね、もうちょい綺麗なんだけど ね、うん、ね、明日はね、天気がいいみたいなんで、うん、今日はまあ我慢ということで、そうですね、うん、この後はね、はい、ちょっとね、レジャーしますレジャーってね、景色を見にね、はい、行きたいと思いますので、はい、じゃあそちらに移動しましょう、はい、では、次の目的地へレッツゴー、ちょっと後ろ風残儀ですね、うん、うまっ、あ、もう最高ですね、残念ながらかぶっちゃいましたね、かぶっちゃいましたね